メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対フェニックス2回戦の模様をお送りいたします。ライオン右の戸亀マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは三山、はい、第9球スローカーブボール、第2球投げた、2球目ストライク、第3球は打った、フラフラっと上がった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番立花、第9投げた、スローカーブ見送ってストライク、第2球危ない球、第3球を投げました、打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター下がった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH のマシオ、第9投げました、アウトコース高めボール、第2球投げました、スライダーボール、第3球を投げました、直球ストライク、アウトローへ、第4球を投げました、4球目空振り、タイミング合いません。第5球投げた、ボール、ボール、投げた、低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。戸金、ルーキーの堀江、今シーズン初のマウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは秋山、背番号55、投げた、初球打ち引っ張った、ファール、第2球投げた、打ったに当たりだ、ショートジャンプ、ライナークリーンヒット、秋山いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。一塁タッチセーフ、第9投げた、ストレートはボール、第2球投げました、あーっとショーフライになった、ファール、一塁へ牽制球を送ります。第3球を秋山スタート、打ちました、ヒットエンドラン、一二塁間のゴロ、アウト、フェニックス先制のピンチを迎えます。右バッターボックスは3番浅村、ネクストバッターサークルには山川、第9打った、初球打ち、入るか入るか、ダイレクトフェンスに当たった、ボールは中継、ライオンズ初回先制、1対0、浅村タイムリーツーベース、フェニックスなおもピンチが続く。バッターは4番山川、完全に外れた、ボール、投げました、インコース低めいっぱい、ストライク、第3球を投げました、チェンジアップ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、投げました、ひざ元、空振り三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは森、投げました、初球から打ってった、ファールボール、初球ファールから第2球、カットボールはボール、インコースへ、第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、1・2塁間へ、ベースカバーに入る、堀江取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏、2回の表、フェニックス攻撃に入ります。この回のトップバッターは今井、打ちました、初球打ち、セカンド前方のフライになりました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番真田、第9ストライク、1球目ストライクから投げた、ボール、第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、変化球、空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターは6番トヨタ、第9投げた、直球決まってストライク、第2球投げました、打ちました、ファール、第3球を
投げました。危ない球。第4球を投げました。危ない球。次が5球目。真ん中、空振り三振。バットが空を切りました。最後は2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは中村。初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目。リンローギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました。一つ外してボール。第4球を投げました。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました。外れた、ボール。第2球打ちました。左中間へのフライですが、これはヒットになります。外崎、ナイスバッティングです。バッターは8番住谷。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球外崎走った、投球ストライク。二塁走、盗塁を許します。外崎今シーズン初、1球目空振りから。第2球2球目ストライク。追い込んで投げた、見送ってボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球初球見送ってストライク。いきなり150キロ、初球ストライクから。カットボール見送ってストライク。これで追い込みました。投げた、ボール。第4球を投げた、内角低め、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。堀江、3回の表1点を追いかけます。フェニックス攻撃に入ります。トップバッターは福山。投げました、内角高め、外れてボール。第2球投げました、変化球ストライク。インローへ。投球は3球目。投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番神谷。第9球ボール。第2球ストレート見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました。1・2塁間への当たり、浅村ボールを取る。1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番吉野。第9球投げました、打った、これは強烈、入れば同点だ。いった、入った入った、ホームラン。第5号。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。打順はトップに帰って三山、第1打席はピッチャーフライに倒れています。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目。投げた、インコースいっぱい、ストライク。追い込んでから投げた、バッターの足元。次は5球目。投げた、打った、流し打ち。サード左横のゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表がライオンズ、この回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの秋山。投げました、ストレート見送ってストライク。第2球投げました、ストライク。追い込んで投げました、ストレートはボール。外角へ。第4球を投げました、流し打ち、どうだ。3塁線破った、打ったバッター一気に二塁へ向かう。秋山ツーベースヒット、フェニックスピンチを迎えます。バッターは2番源田。フェニックス一度負け越しのピンチを迎えています。第1球初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした。一塁送球アウトです。一塁はアウト、ランナー三塁に進みました。フェニックスなおもピンチが続きます。第2球投げました、インコース引っ張った、レフトへ持っていった、レフト前クリーンヒット、ボールは中継。フェニックス勝ち越しを許します。2対1。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。
第1球投げた、アウトロー見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、インコース低め、変化球は外れてボール。投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。投げた、打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ。ランナー一塁に戻ります。取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。初球はカットボール、空振り。第2球投げました、打った、サード右横のフライになりました。サード落下点に入りました。掴んでこれでスリーアウトになります。メッドライフ。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは立花。第1打席はセンターフライに倒れています。ストレートはボール。まずは低め。第2球投げました、ストライク。膝元厳しいところ。第3球を投げました、スライダー見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました。レフトへの当たり、ヒット。立花、いいバッティングを見せ、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9、おっと、デッドボール。これはデッドボール。第9投げました、低め、スローカーブ外れてボール。振り返って二塁牽制球、投げた、ボール。第3球を投げた、ストレート決まってストライク。少し迷ったか。次は4球目、投げた、決まってストライク。追い込んでから第5球打った、二塁ランナー三塁へ向かう、ファールボール。投げた、打ちました。サード右抜けるか、アウト。フェニックス、なおもチャンスが続いています。ライオンズ、ここで前進守備をします。初球を打ちました、前進守備のショートの上、源田余裕があります。掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9球インロー際どい球、ボール。第2球投げた、スローカーブ、ボール。第3球を投げました、ストライク。投げました、打ちました。浅村交代、ヒット。センターバックホーム。続いて2塁ランナーも今ホームイン、フェニックス逆転、3対2、フェニックスやりました。今の逆転のシーン、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9球ランナースタート、ストライクになった、キャッチャー二塁、盗塁成功、トヨタ今シーズン。初球空振りから、またも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、打った、取って、これで3アウトチェンジ。4回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中村。今日の第1打席はスイングアウト、投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球は3球目、投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げた、打ちました、神谷落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番殿崎、投げた、ボール。投げた、ストレート空振り。第3球を投げた、ストライク、追い込んで投げました、外れた、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、アウトコース低め、見逃し三振。バッターは8番住谷。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました、外角低め、外れてボール。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、ボール、内角へ。第4球を
投げた、打ちました、ファール。次は5球目、打った、痛烈な当たり、センターバック、ジャンプ、取りました。これで3アウト。さあリプレイです。最後はいい守りを見せ、5回の表フェニックス攻撃に入ります。トップバッターは神谷、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球顔の前通過。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、打球はそのまま伸びていく、フェンス直撃、センターからセカンドへ、神谷ツーベースヒットを放ちました。では改めてリプレイをご覧いただきたい。第1球投げた、初球バント、三塁線点々としている、サードボールを掴んだ、記録はヒット、記録はヒットです。フェニックスなおもチャンスが続きます。さあチャンスが広がって、三山、今日はピッチャーフライとサードゴロ、これはストライク、ボールを二塁へ、タッチはアウト、盗塁失敗。リプレイをご覧ください。ライオンズここで前進守備を敷きます。打ちました、あっと引っ掛けた、一二塁間のゴロ、アウト、フェニックス1点入りました、4対2。バッターは2番立花、今日3打席目、見送ってボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。投げました、決まってストライク。次が5球目、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第6球を投げました、結局フォアボール。フルカウントから選びました。バッターは指名打者鷲尾、今日は三振とデッドボール。投球これから2球目、直球ストライク。投球は3球目、投げました、ストライク。第4球を投げた、打ちました、当たり損ねのファーストゴロ。山川そのままベースに入って3アウト。ライオンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは金子、投げた、あっとセーフティーバントだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って秋山。第9球カットボールはボール。第2球外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、低め、チェンジアップ外れてボール。第5球投げた、会心の当たり、あっと抜けた、秋山ナイスバッティングです。バッターは2番源田、これが3度目のバッターボックス、タッチはセーフ。第1球初球外れてボール、一塁牽制、タッチセーフ。第2球一塁ランナー出た、打ちました、切れていきます、ファール。もう一度一塁牽制球です。堀江再三ランナーを牽制します。次が4球目、投げました、外角高め、ストレートは外れてボール、一塁ランナー走った、三振、キャッチャー送球セーフ、二塁はセーフ。秋山今シーズン2個目の盗塁を決めています。第9球投げました、打った、強い当たり、入れば同点だ、伸びた、伸び、レフトを見送った。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。右バッターボックスは4番山川、今日は三振とセンターフライ、アウトロー、直球は外れてボール、インロー際どい球、ボール、決まった、ストライク。投げました、危ない球。投球これから5球目、変化球見送ってストライク。次は6球目、投げました、
低めのボール引っ掛けた。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。前半トガメ降板。ゲームは後半に入ります。トップバッターは今井。今日はセカンドフライとサードゴロ。さあ次の投球、完全に外れた。ボール。第3球を投げました。決まってストライク。第4球を投げた。打った。ワンデボールにご注意ください。投球これから5球目。外のボール球打った。これはセカンド真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番真田。今日は三振とショートフライ。ボール。第2球投げた。ボール。投げた。決まった。ストライク。第4球は打ちました。あっと引っ掛けた。1・2塁間へ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番豊田。今日2打点を挙げています。投げた。シュートはボール。第2球投げた。ボール。投球は3球目、投げました。見送ってストライク。次が4球目、投げました。打ちました。レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、掴んで、これで3アウトになります。フェニックス後半戦は6回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者森。今日はファーストゴロとサードフライ。フェニックスピッチャーを交代します。堀江降板。ルーキーの鳥海、今シーズン初のマウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。初球引っ張った。ライトへのフライだ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番中村。今日は三振とレフトフライ。まっすぐ見送ってストライク。さあ次の投球、投げました。ボール。第3球を投げました。打った。センターへのフライだ。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番殿崎。今日3打席目。アウトロー際どい球。ボール。第2球投げました。アウトロー空振り。タイミング合いません。投球はこれから3球目。縦のカーブは空振り。少し迷ったか。投げた。ボール。次が5球目。インロー。空振り三振。メットライフドーム。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは福山。今日はライトフライとセカンドライナー。初球打った。ライト落下点。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番神谷。これが3度目のバッターボックス。投げた。初球はストライク。1球目ストライクから。ボール。外角低め。第3球を投げた。ストレートはボール。投げた。危ない球。第5球投げた。外れてフォアボール。バッターは9番吉野。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。第9球投げました。ボール。さあ次の投球、外れた。ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました。内角低め見送ってストライク。投げました。完全に外れた。ボール。さあ投球は5球目。投球ストライク。キャッチャー二塁。盗塁成功。神谷今シーズン初盗塁を決め。ライオンズ外野は浅めの守備を取ります。打った。レフトの左。ファルボール。第7球は打ちました。フラフラッと上がった。源田余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げました。見送ってボール。第2球投げました。ボール。投げた。三山勝負させてもらえません。さあ4球目、ここは歩かされます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。代打は坂本。大きな声援が届いています。第9球初球決まってストライク。キレのある変化球。第2球投げた。ストレートはボール。投げた。マシンで捉えた。抜いていった。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。
2点入りました。6対4。フェニックス見事チャンスをものにしました。これでな、今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧。嫌い、バッターは DH の足を。はい、ランナー1人を置いて迎えるバッターはロベルトに代わりまして、ロベルト第9球投げた。直球見送ってストライク。伸びのあるストレート。第2球投げた、打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。満員のメットライフドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。はい、フェニックス7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは炭谷。今日はセカンドフライとセンターフライ。投げました、打ちました。宮野ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターは代打メヒア。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打った。センター方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って秋山。今日は3安打猛打賞。内角低めボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げた、ジャストミート。一塁送球、宮野軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。トリュー、さあここは8回の表、フェニックス攻撃に入ります。トップバッターは今井。低め決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、アウトコース低めボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストレートはストライク。第5球投げた、危ない球。第6球を投げました、外れてフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。バッターは5番真田。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。はい、ピンチヒッターは桑島に代わりまして、桑島背番号。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。投球これから2球目、アウトコース高め、外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。竹熊かなりランナーの動きを警戒しています。ストライク。投球これから4球目、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目、打ちました、三遊間のゴロ。源田掴んだ、一塁へ送る、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスは6番豊田、今日2打点を挙げています。危ない球。第2球投げました、インコース引っ張った。投球はこれから3球目、打ったに当たりだ、ボールはライナーでセンターへ。取りました、ボールは中継。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。まずは二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。第1球投げました、決まった、ストライク。伸びのあるストレート。第2球投げました、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。第3球はボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり。ワンバウンドヒットになる、センターからセカンドへ。フェニックス1点入りました。7対4、福山タイムリーツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。さあ2アウトランナー2塁という場面で神谷、第1球投げた、1球目ストレート空振り、1球目空振りから打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。2塁ランナーそのままホームへ向かった。フェニックスさらに1点追加、8対4。さあリプレイです。さあ2アウトランナー2塁という場面で吉野、フェニックス1本打ってダメ押しといきたいところ。
第2球投げた。これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。取ってこれで3アウトチェンジ。8回の ここはライオンズ。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは源田、はい、フェニックス。ピッチャー交代です。鳥海降板。左の白石、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。いきなりセーフティーバント。サード取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番浅村。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。はい、フェニックス。ピッチャー第1球ボール。第2球投げた、決まった、ストライク。投球はこれから3球目。打ちました、当たり損ない。トヨタボールを掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番山川。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投球これから2球目。ボール。第3球はアウトコース低めいっぱい、ストライク。追い込んでいます。投げた、外れた、ボール。第5球投げました、スローカーブ、空振り三振。8回までがし、いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは三山。今日はここまで3打数ノーヒット。初球から打ってった、ピッチャーから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほど代走に起用されましたバッターの宮野、プロ入り初打席を迎えます。完全に外れた、ボール。第2球投げました、流し打ち、ライナーだ。宮野いいバッティングを見せました。プロ初打席でヒットが出ました。第1球投げました、初球見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから打ちました、浅村取った、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。9回の裏、4点を追いかけます。ライオンズの攻撃、先頭バッターは DH の森。フェニックス。ピッチャーを交代します。進藤降板、右のアレッサンド。今シーズン初のマウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1球目ストライクから第2球インコース引っ張った、ファウルボール。投球はこれから3球目。打ちました、打球は左中間に上がった、ヒット。森ナイスバッティングです。バッターは6番中村。今日4度目のバッターボックス。第2球空振り。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げました、直球、空振り三振。ボール球で仕留めました。バッターは7番殿崎。ここまで2打席連続三振。第2球外角低めいっぱい、ストライク。第3球は1球外した、ボール。第4球はボール。投げた、外角低め、見逃し三振。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、打ちました、ガードナー。ボールを取る、アウト。試合終了です。フェニックス見事勝利です。さて今日のヒーローは勝利投手の鳥海。本当に今日は大